モトローラ V66 は、モトローラが開発した GSM 方式の携帯電話端末である。日本では、ボーダフォンから海外専用端末として、廉価に販売されたほか、NTT ドコモのワールドウィング用レンタルや、ボーダフォングローバルレンタルなど各種、レンタルサービス用端末としても広く提供され、2003年から2005年頃に、日本人が海外で使用する携帯電話の、 標準機として一時代を築いた。コンパクトな折りたたみ型で、閉じるとちょうど握った手に収まるぐらいのサイズとなる。液晶画面はモノクロである。5行しか表示できず、さらに最上段は、電池残量や電波状況などのアイコン表示。最下段は、ソフトキーの機能表示に使われるため、実質的には産行となる。キーパッドは、上から順に、左右ソフトキー、メニューキー、発話キー、 終わり話キー、方向キー、ダイヤルキー、電源キーを備える。他に、右側面に1個、左側面に3個のキーがあり、音量調節やボイス機能などに割り当てられている。この時期のモトルオーラ端末の特徴として、初は、終わり話キーの位置が、日本や、海外他メーカーの端末と逆で、右が初は、左が、終わり話となっている。また、ソフトキーでのメニュー操作も、 概ね右ソフトキーが決定、選択、左ソフトキーが戻る、キャンセルとなっている。また、電源オンオフが終わり話キー長押しでない。GSM900、1800、1900、ヘルツ対応のため、日本と韓国以外の多くの地域で使用可能。ただし、900、1 8 0 0ヘルツと1 9 0 0ヘルツの手動切り替えが必要。 通話以外の機能としては、SMS と WAP に対応している、USB ケーブルにより、モデムとして使うことも可能。ただし、MMS やインターネット E メール、コンアクテイルブラウザ、Java アプリなどの機能は持っていない。また、着信音も単音階メロディのみである。ベゼルを外したところ上面のベゼルを外すと、SIM カードスロットが現れる。SIM カードを採用する端末としては珍しく。 電池を取り外さなくてもシムカードを総抜けすることができる。また、このベゼルは交換してカラーバリエーションを楽しむことも可能である。オプションで FM ラジオの受信が可能。端末の日本語化はされていないが、モトローラから詳細な日本語マニュアルが PDF で提供されている。ここでは日本のボーダフォンから提供されたモデルについて述べる。ボーダフォンは 2002年末に 3G サービスのボーダフォングローバルスタンダードを開始するにあたり、この機種を海外専用端末としてグローバルコールプランとセットで4800円で提供し、海外渡航者向けに一定の成果を上げた。ボーダフォン提供のものはシムロックがされていたが、比較的容易に解除できたため、バンコクや香港などで日本人旅行者目当ての業者が競って解除サービスを 行っていた。インターネット上で解除コードを販売する業者もあった。また、当時この機種の海外での鹿は2万円ぐらいしていた。ため、ロック解除、転売目当てで購入するものも存在した。日本におけるシムロック解除にまつわる問題は、この機種に端を発し、2004年末にボーダフォンから発売された900に、800に、700にシリーズ以降大きく、クローズアップされることとなる。 ありがとうございます。